にちは。毎日着物生活十数年、木下着物研究所、木下紅子です。こちら側から失礼いたします。合わせの時期になって布が重なるから、もう下着の線とかあんまり気にしなくても大丈夫というふうに安心していらっしゃいませんか？本日は合わせの時期でも下着の線、気を引き締めて気をつけてほしいということについてお話をしていきたいと思います。さて、下着の線というのは、ダイレクトに申し上げますと、パンツの線ということになります。なぜこう合わせの季節にも、下着の線を気をつけなければならないのかということですけれども、まず皆さん、夏時期、生花、それから一重の時は布が薄いから下着の線が出やすいから気をつけなくちゃというふうに皆さんね、気をつけてくださると思うんですけれども、合わせの時期でもね、実はとても気をつけなくてはいけない着物があります。それは何かというと、柔らかい素材の染めの着物です。でも合わせって、下着もね、ちょっと地厚になるし、それから裏もつくから、下着の線って、パンツの線ですね、が出にくいんじゃないのというふうに思っておられる方いると思うんですけれども、柔らかい着物、染めの着物というのは意外と線を拾うんですね。特に、茶道をされている方、人のねお尻ばっかり見ているわけではないですけれども、ご自分の前の方がお辞儀をなさ、正座してね、お辞儀をなさったりとかっていう時に、意外と下着のライン、パンツの線というのは意外と目につくというか、気になるなというふうに、見えてしまうなというふうに思います。特にこうタイトなラインの時にお辞儀するわけですから、見えちゃいますよね。あとやっぱり、その方の体型とかにもね、よるんですけれども、やっぱりお尻をキュッていう風に、普段ね、ちょっと一瞬後ろ姿の写真を撮りますみたいな時は、お尻にギュッと穴に力を入れて、お尻がヒップアップして見えるような状態を一瞬はキープできますけど、そんな普通歩いてる時に、そんないろんなお尻ばっかり気にしてられませんよね。お尻の穴キュッと締めるなんてことは気にできないわけですけれども、お尻のねにキュッと力を入れると、なぜ下着の線が出にくいかというと、この横の、お尻の横のこのあたりっていうのがやっぱりね、下着のラインが出やすいんですけれども、こうお尻にキュッて力を入れると、このあたりっていうのが、こう要は中心に集まってくれるから、この辺っていうのがラインが出にくいんですよね。なかなかずっとね、そういうことはキープできないわけで、ではどういう下着をつけていただくと、そういったのが分かりにくいかっていうと、レースの凹凸があまりないもの、それからこう切りっぱなしみたいな、シームレスみたいなね、素材のものをお履きいただくとよろしいかと思います。お人によってはね、ガードルをね、お使いの方もいらっしゃると思うんですけれども、慣れない方が、お着物に慣れてる方はよろしいかと思いますが、お着物に慣れてない方が着物を着てガードルを、合わせてお履きいただくと、結構苦しくて具合が悪くなるということもね、時々お聞きしますので、着物にまだあまり慣れてないという方は、とにかくラインが出にくそうな下着というのをね、選んでいただければと思います。別に着物用専用である必要はないので、お洋服の時も兼用できそうなものというのをね、選んでいただければなというふうに思います。時々こうソングタイプっていうか、こうティーバッグとも言いますけれども、そういったねタイプの下着だったらライン出ませんよねっていうようなお声もいただきます。割とね、若い方だったりとか、鍛えておられる方っていうのはソングタイプ、ティーバッグの、ショーツでもね、パンツでもいいと思うんですけれども、あまり鍛えてないわみたいな方は、お尻のこうラインというのがもろ分かってしまうので、そういった方はソングタイプ、ティーバックタイプというよりかは、普通の、ちょっとホールドしてくれるようなショーツでラインが出にくいものというのをね、お選びいただく方がよろしいかもしれません。あとはそのソングタイプはどうしてもこう、お人によっては痛さを感じるという方もね、いらっしゃったりするので、その辺はぜひちょっといろいろね、試してみてください。合わせの時期でも柔らかい着物を着るときには、ぜひパンツの線に、お心をぜひ砕いていただければなというふうに思います。本日の動画が面白いなとか、お役に立てたようでしたら、ぜひ高評価ボタン、それからチャンネル登録もよろしくお願いいたします。私ども着物の書籍も出版しています。新しい着物の教科書、きちんと身につく着方の教科書、動画と合わせてお役立ていただけますと幸いです。お着物好きのお友達がいらっしゃったら、ぜひこちらのチャンネルご紹介いただけたら嬉しいです。それではまたお会いいたしましょう。